蒲郡駅は愛知県蒲郡市、元町及び港町にある東海旅客鉄道 JR 東海、名古屋鉄道、名鉄の駅である。駅番号は JR 東海が CA47、名古屋鉄道が GN22。蒲郡市の中心駅で観光交流立地宣言をした観光の街、蒲郡の玄関口である。JR 東海、名鉄ともに駅員が配置されている。かつては JR 東海と名鉄の共同使用駅であったが、蒲郡駅付近連続立体交差事業、鉄道高架化の完了により、駅舎、改札が分離された。JR 東海の東海道本線と名鉄の蒲郡線が乗り入れ、接続駅となっている。蒲郡線は当駅が終点となっている。1888年、明治21年に関節鉄道、現在の東海道本線浜松駅大府駅間の開通と同時に開業し、後の1936年、昭和11年に三河鉄道、現在の名鉄蒲郡線が乗り入れた。なお駅設置当時、駅が所在していた当時の蒲郡村は、蒲郡と呼んでいたが駅が、まごうりで開業しており、これが現在のが、まごうり読みのルーツとされている。蒲郡駅周辺の鉄道高架化事業、正式名称、蒲郡駅付近連続立体交差事業は、踏切による交通渋滞や事故、鉄道による市街地分断を解消し、魅力的で質の高い街づくりを目的とするもので、高架化及び南口再開発が2008年、平成20年3月に完了した。南北連絡通路、コンコースの完成で南北地下道は廃止されたが、北口周辺の地下街は現在も営業中である。今後は北口広場において誘客効果が見込める有名店を含む商業施設を設置する予定である。かつては南口から竹本油脂本社工場と日本通運蒲郡支店への貨物専用線が伸びていた。現在は南口と地区画整理事業が完了し、当時の面影はほとんど残っていないが、蒲郡市民会館臨時駐車場に、当時の枕木やレールが保管されている。高架駅、南北連絡通路を挟んで、JR 東海、名鉄の改札口がそれぞれ設置されている。コンコースは広めに確保されている。島式ホーム2面4線を使用している。内側の 2.3 番線が本線、外側の 1.4 番線が対比線、副本線で朝、夕方には普通、快速の緩急接続が行われている。ホームは2005年、平成17年に高架化された。高架化以前は北口側に駅舎があり、駅舎と JR 東海、名鉄のホームを結ぶ跨線橋があった。この跨線橋は鉄道員。明治43年の文字が刻まれた歴史あるもので、1953年、昭和28年の東海道本線電化で約1メートルかさ上げされ、高架化工事による仮設跨線橋の供用開始まで使用された。貨物営業を行っていた頃は、駅舎東側に一面一線の有害者用、貨物ホームがあり、駅南側には竹本油脂本社工場専用線、竹本1番線、有効長52メートル、竹本2番線、有効長31メートルと、国道23号線を横利3加工木材埠頭へ、伸びる日本通運蒲郡支店、日通専用線、約500メートル、当初は日本通運と三和倉庫などで、出資の臨港線の貨物専用線があった。戦前は、旧海軍貯木場の木材輸送、戦後は、蒲郡港へ運搬船で運ばれてきた石炭輸送が主な輸送品であった。運行は日本国有鉄道、国鉄が代行していた。駅長、駅員配置駅、直営駅である。管理駅として蒲郡市内にある3駅、三河大塚駅、三河三谷駅、三河塩津駅を管理している。駅構内には JR 全線切符売り場がある。とか及びとかと相互利用している IC 乗車券の利用が可能であり、とか対応のタッチパネル式自動券売機3台と自動生産機がある。また改札口と各ホームに LED 式発車案内板、各ホームにエレベーター、エスカレーターが設置されている。なお、2007年から2008年にかけて、東海地方で放映されたとかのテレビコマーシャルは、蒲郡駅改札口付近で撮影された。島式ホーム一面2線を使用している。ホームの有効長は4両分で、電車はホーム中央付近に停車する。かつては、アンドン式発車案内板があったが、現在の電車はすべて吉田駅業普通電車のため、撤去された。終日駅員配置駅である。電車はワンマン運転であるが当駅は有人駅かつ終着駅であるため途中の駅とは異なり、到着するとホーム側のすべてのドアを開ける。自動券売機はタッチパネル式のものが1台あるが、自動改札機及び自動生産機は設置されていない。ホームにはエレベーターが設置されている。以前の名鉄のホーム番号は国鉄、JR からの投資で 5.6 番線であったが、改札の分離に伴い 1.2 番線となった。分離後は番号の振り方が逆になり、海側から振られている。マナコに関しては、対応する設備が一切設置されていないため、取り扱いを行っていない。券売機での乗車券購入、窓口の対応も、不可、とかと、マナコが乗車券機能の相互利用を行っている他、JR 蒲郡駅では、マナコの利用は可能。2012年2月29日に利用終了となった、トランパスの利用可能エリアからは、外れていたが、当駅から乗車して、トランパス対応駅、生産機、または、窓口での生産が可能な駅で下車する場合は、当駅の自動券売機で、無料発行される乗車駅証明書を持って乗車し、下車駅での生産という形でトランパスが使用できた。1972年、昭和47年4月1日に名鉄が高架化された際、南口には1階にバスターミナルを設けた5階建ての名鉄が蒲郡駅ビルを同年12月に竣工させた。しかしテナントの相次ぐ撤退や観光客減少のため、蒲郡駅周辺連続立体交差事業の際に解体された。また、ホームは当初立体交差事業により建て替えられる予定であったが、従来のものをリニューアルして継続利用している。蒲郡線の立体交差部分延長に伴う工事に際しては、一時的に東海道本線旧下り地上ホームを使用していた時期もある。2008年、平成20年6月29日より、名鉄蒲郡線は全列車が当駅、吉田駅間の2両編成、折り返しワンマン運転となった。そのため通常は、ホーム両端の1両分ずつには、電車が停車しない。バックミラーが設置されている2番線が主に使用され、1番線は深夜留置、臨時、団体列車等を除きほとんど使用されていない。北口駅前広場は1967年、昭和42年12月5日の広場完成時とほぼ同じ構造で、西側がタクシープール及びタクシー乗り場、東側が市営駐車場及び自家用車専用乗降場である。バス乗り場は駅前の道路上に通常のバス停同様に設置されている。愛知県下でも早期に完成した地下道、地下街は、高架化完成に伴い閉鎖された南北地下道を除き引き続き供用されている。かつては北口側がより賑わっていたが、西風、八尾藩蒲郡店の撤退や駅前ビルの空室が目立ち、現在では南口側にとって変わられた感がある。今後は北口駅前広場の整備が予定されている。南口駅前広場は、かつては西側、蒲郡駅南交差点が駅前広場への車両入り口、東側、港町三島交差点が駅前広場からの車両出口となっており完全な一方通行になっていた。2008年の高架化事業に際して整備され、総面積は全体で約12000メートルに拡張された。西側、約2800メートルがタクシープール及びタクシー乗り場。市営駐車場及び自家用車専用乗降場、東側約3600メートルがバス乗り場及び竹本湯専用となっている。バス乗り場中心には観光交流立志、蒲郡を象徴するモニュメントとして、アメリカズカップに参戦した日本チャレンジのヨット JPN-3 が設置されている。同チームのベースキャンプ地は蒲郡港であった。南口駅前広場から竹島埠頭へ続く道路は50メートル道路として整備されメインストリートとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。